何を選択したか。打ち上げる変化球、ただしかし前に落ちる、ランナー2人が生還、3対0となりました。打ち取ったように見えたんですがポトリと落ちました。そうですそうです、気持ちを見ました。ランナー走る、三塁一塁という中で一塁ランナー盗塁。ここは木下も投げませんでした。あ、このスチールは仕方ないですよね。そうですね、はい、歩かせると満塁で4番岡本ということになります。ちょっと投げるフォームに余分な力が入っちゃってますよね、コントロールミスを誘いますからね。あっとセンターへ、しっかりとここは坂本仕事をする。ランナー2人が帰りました。2点追加、5対0としました。まあこの辺はもうさすがだなっていう狙い撃ちですね、はい、あーというところで、うん、ねー、あーのパッチンコーチ出ました。